皆さんこんばんは、よくがつです。先日7月22日は、皆さんの応援のおかげで、念願の3階級制覇することができました。ありがとうございます。そしてこの後メインの試合ですが、長谷川穂積選手は世界王座返り咲くためには、大事な一戦になると思います。皆さん応援、長谷川選手の応援よろしくお願いします。ありがとうございました。井岡一翔選手、もう一度大きな拍手をお願いいたします。